緒に考えよう。君の悲しみに、その魔法は本当に必要なのかな。教えてほしい。君の願いは何だろう。どうして君は魔法を必要とするのかな。教えてほしいんだ。どうして君はそんなにも死にたいと願うのか。この問いに、この私を、特権と役割を担う魔法使いであるこの私のことを十分以上に納得させられるくらい説得力のある返答をしてみせてほしい。そこからだよ。それが叶わなければお話にならない。それこそがまず最初に君がここで乗り越えるべき障害だ。よくよく考えてから答えてほしいんだ。君は
君の全てがあまりに危なっかしいんだよ。ああ、そんなところだよ。何せ君は自身を最も最悪な方法で殺してくれる魔法を想像してる。そんなのは危なっかしいどころの話じゃない。ここにあるたくさんの物語とたくさんの登場人物たちの言葉を見つめて心を磨けよ、寂しがり屋の男の子。ヒーローはきっとここにいる。夢も希望も魔法も全部これらの中に詰まってる。ここで溢れ返ってる。ここにある言葉たちは全て過去から現在へと届けられるエールなんだよ。その声に耳を傾けるように本を読み、共に心を締め付けるように映画を見、時に涙をこらえながら漫画を開き、いつか一緒に穏やかな音楽に心たゆたい、面白おかしく笑っていよう。だけどどうしようもなく悲しいことがあったなら、時には泣いてもいいし落ち込んだって構わない。そうできる心にだけ魔法が宿る。私たちはいつだって頑張ってる君を応援しているよ。わけあって名字は違うが、れっきとした私の妹だ。今はちょうど君と同じくらいだな。仲良くしてくれたら嬉しいよ。
夜の街で買い物してきた材料で。さて、今日は何を作ろうか。しまったその時がちょうどいいかな。死に方を知るなんてそれくらいがちょうどいいよ。そして苦しみだなんてもうお腹いっぱいだって、その頃にはこれ以上ないほど十分だって、そう思えてるはずだよ。ずっと先だ。君がおじいちゃんになるくらい、ずっとずっと先の話じゃないかな。ああ、そうだよ。食べる量もほんの少しで良くなって、一日の大半を睡眠に当てるようになり、細くなった体も、なかなか動かしづらくなってしまって、ふと自然に柔らかな布団の中で、よく生きたな、そろそろかなって、そう思えたとある夜のことじゃないかな。そうだよ。よかったな。生きて、生きて、飽きるほど生きて、ようやく死ねたな。その日がやってくるまではやりたいことだけ選んで生きよう。思い切り楽しめばいいじゃないか。思い切り泣いたり悲しんだりすればいい。それが君らの特権だよ。と言わせてもらうけど、なあ、生き急ぐ少年、しぶとく生きろよ。床に生き抜けよ。人はきっとずうずうしく生きるくらいでちょうどいい。他人に好かれようとも自分を殺してしまうより、大勢に嫌われてしまうくらいでちょうどいいんだ。だからもう一度笑ってみせてよ。君くらいの子はさ、もうちょっとだけ無邪気で生意気なくらいが可愛いぞ。しいことがあった日はほんの少しだけ早く眠ろう。そして私たちと話をしようか。君の心がちょっとだけでも軽くなれるようにと祈ってる。